よーみんな、俺の名前はジールマン三世。チャンネル登録者数100人超え、確かにいただいたぜ。というわけで、チャンネル登録者数100人超え、ありがとうございます。どうも、ジールマンです。今週も1週間お疲れ様でした。今週もいろいろありましたね。ボトルマンのアニメや新型ボトルマンの発表と、すごくいろんな情報が目白押しでした。さてそんな中、今回はチャンネル登録者数100人超えということで、それを記念して日本人 YouTuber がまだ誰も取り上げていないとある心霊実験について、今回はお話しさせていただきます。早速ですが、皆さんにとって幽霊とは何でしょうか？おそらく多くの人が死者の魂や未練が現世に現れたものという認識だと思います。ではもし実在しない人間の幽霊を作り出したらどうなると思いますか？何も現れず何も起きないのでしょうか？それを実際に実験した人たちがいます。それが架空の幽霊フィリップ。1972年、ARG オーウェン博士率いるトロントの心霊研究グループが行った実験です。彼らは幽霊を作り出すことが可能かどうかやってみようと考えたのです。そしてその実験のために、実験メンバー全員がその存在を強く信じなければならないというルールを設けました。それから細心の注意を払って、全く架空の背景を詳細に作り上げたのです。彼らが作り上げた架空の背景は以下の通り。名前はフィリップ。舞台は17世紀のイギリス。フィリップはイギリスの貴族で既婚者。しかしジプシーの娘とロマンチックな関係を持ってしまう。そして娘は魔女として火炙りの刑に処される。フィリップは彼女の命を救うべく奔走したが失敗。それが原因で我々生きている人間と交信を行うようになった。その内容はおそらく許しや理解を請うている。フィリップの幽霊は彼の領地で戦争があるたびに目撃され、いつも苦悩の表情で歩いているといったものになります。これ以外にも多くの細やかな設定がされ、さらにグループの一人はわざわざ肖像画までこしらえたというんですから、驚きですね。そして研究グループはフィリップの存在を強く信じて、フィリップを呼び出そうとしました。大事な研究として真剣に行いましたが、最初は何も出てこなかったそうです。しかし1973年の夏、リラックスして楽しい雰囲気で実験を行っていた時、ようやく成功の兆しが見えました。フィリップとの交信方法はラップ音で、最初は歌を歌っている間に音がしたそうです。フィリップはいくつかの特定の歌と自分の名前に反応を示しました。そして質問すると、その答えはグループが作り出した架空のフィリップ像と完全に一致したそうです。さらに驚いたことに、フィリップはテレビカメラに臆することもなく、1974年にトロントシティテレビジョンが撮影した際にテーブルを使って生きてる人間と交信してみせました。スタジオではテーブルは一人でに動いているようで、楽しそうにラップ音を立てて質問に答えていたとか。しかしこの実験はある日唐突な終わりを迎えます。研究グループのメンバー一人がルールを破り、フィリップに向かって、お前は僕たちが作ったんだぞと言いました。するとラップ音は止まり、フィリップの出現はなくなってしまったそうです。いやー、幽霊って不思議ですよね。この実験結果を鑑みるんであれば、幽霊というのは死んだ人間の魂ではなく、生きた人間の想像力によって作られているということになりますよね。皆さんにとっての幽霊とは一体どのようなものでしょうか？よければコメント欄にて教えてもらえたら嬉しいです。ということで、今回のジールマンズラジオはここまで。今回もご視聴ご清聴ありがとうございました。面白かった、幽霊信じてるよ、いや幽霊なんか信じてないよっていう方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。